8日目が始まりまして、早速続きをやっていきましょう。お、メールが届いてる。嬉しいね。なんでしょう。 My sauce tell me you baby poking My chambers are west of forest lake in the stone tower. お、Rat problem. ネズミの問題。あれだな、魔術師の塔だな、多分。魔術師の塔からなんか来たな。なんじゃろう。ネズミの問題は、なるほど。あの魔術師がなんかしてるのか、解決策を知っているのか、そういう話っぽいぞ。いわゆるフラグが立ったというやつですね。ということは、訪れるようになっているのか、行けるようになっているのかな。ちょっと行ってみるか。さあ、入れてもらえるのでしょうか、魔術師の塔に。頼もう。お、入れる。いたー、出たー。うわ、魔術師、すごい髪の色、ひげ、なんか想像とちょっと違った。もっとね、なんか白髪っていう感じなんだけど。入りたまえ。私はラスモディウス、古代の真理の探求者、肉体と精神の極致を目指す者。ほう、七つの元素を極めし者。暗記してんのかな、自分でこれ言おうって決めてたのかな。そして守護者だ、この神聖なる。まあいい、忘れたね、何言うべきか。そしてお前、鉄塔、お前が来ることも私は遥か昔に知っていた。嘘つけ、お前が手紙くれたから来たんじゃい。しかもメールをよこしたんじゃないか、お前が。わざわざお前に見せたいものがある。見よ。おわ、出たー。あ、リンゴのせいだ。かわいい。お前、こいつが見たことがあるか。あるよ。こいつら自分たちをジュニモと呼ぶ。神聖な精霊たちだが、何らかの理由で私と話すことを拒否している。おお、嫌われてるんじゃないですかね。ただただ厄介なやつだなって思ってんじゃないの、ジュニモの方でも。なぜこいつらがコミュニティセンターに現れたのかわからないが、怖がるようなものじゃない。ふむふむ。よくわからない言葉の書かれた書物を見つけた。だと？実に面白いな。お、実に面白い。ここで待っていろ、見に行ってくる、すぐ戻るから。お、ピューン、飛んでったということは、今の間は探索するチャンスだよ。ああ、帰ってきた。帰りは徒歩で帰ってきた。確かにあったな、早えな。はっきりしない言語だが解読はできた。お、本当かい、役に立つのかい。僕たちジュニモはあなたの手助けをさせていただきます。見返りに他人のものを贈り物にください。あなたと森と一つなら、きっとこの巻物の真の意味がわかるはずです。ん？どういうことじゃ。森と一つにとはどういう意味だ。ちょっとわかりかねますが、ふむ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 。お、なんか気づいたね。はぁ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 。あー、すげー笑ってる。こいつ、怖いくない、この笑顔。怖いよ。こっちに来るんだ。行きたくないけど。なになに？この大釜には森で採った材料が煮えている。赤ちゃん死だ。苔の塊。キャラメル頭の毒キノコ。どうだ、匂うか。何をやってるの、この人。さあ、飲め、森のエッセンスを取り込むんだ。やだよー、飲みたくねー。あー、飲んだー。お前、お人よしかよー。
大丈夫か、信用していいのか。あ、なんか視界が、あー森のエッセンスが体の中に、わーすごいことになってる。あ、なんか木が、なに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 、木がすごい来たぞ。怖い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 、あらら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 ら、ら、ら、これはどういうことなんでしょうか。森と一つになろうとしているのでしょうか。ちょっと僕には分かりかねますが、お前は今森の魔法を手に入れた。今ならジュニモの巻物の意味が分かるはずだ。あ、外へ出された。なになに、おい、わけっとよ、お前に様々なことを見てきた。それだけ。なんだかよくわからないけど、森のエッセンスを得たんだ。何をしてんだ。ここは私が信頼したものしか中に入れないぞ。気になるな、何かありそうな気がするんだが。まあでもこれで、その、ジュニモの、あの、置いてある巻物の意味がわかるようになったってことなのかな。じゃあまあ信頼しましょうか。あ、ガスだ。ガスだ、ガスを。ここにいる人のことなら何でも知ってるよ。嘘くさーい。ウサギだ。ちょっと。さて、ではもう一度乗り込むとしようか。森と一体化になった私にできないことは何もないはずだ。あ、お、なるほど、スプリングフォーラーギングバンドル、これを収めなさいってことなのかな。多分そうだろう。違うのかな。そういうことな気がするんだよな。ちょっと持ってきてみようか。西洋わさび、水仙、リーキ、タンポ。でもこれ春の種じゃないの。春の種の作り方だよね。でもなんかこれを要はくれればなんかしてやるよってことだと思うんだよな。ちょっと持ってきてみよう。今日は木が綺麗に見えると思わない？ところでどうして農家になったの？大金を稼ぎたいから。都会に住んでるよりも現実的だから。おじいちゃんの足跡をたどるため、昔の生活から抜け出したかった。まあ仕事が辛かったわけだからね。昔の生活から抜け出したかったんだよね。それって私がここに来たのとほとんど同じ理由だわ。にっこり。本当ですか？私は動物が大好きなの。あんたも動物を可愛がってるら仲良くなれそうね。あ、誕生日が祝ってもらえなかった蝶々じゃないですか。うん、あまり気にしてはいないご様子。お医者さん、心療で薬をいくつか売ってます。もし疲れていたらぜひ立ち寄ってください。お前の方が疲れてそうだけどな。建築バンドルももうちょっと見ていけばよかったな。石と木と何だっただろう。しまったな。ひょっとしたら足りたかもしれないのに。一応持ってっといてみようか。あ、一個、よし、これと、よし。で、これだと多分入らないから、何かもらえたときに、これを入れとこう。よし、これで大丈夫。また蝶々ここにいる。日課なのかな。さあ帰ってきたぞ。今度こそ何か金目のものをもらおうじゃないか。十二も三よ。さっ、ベコン、お、いいよ。でとーん、とーん、バンドルコンプリート。なんか飛行船が上がってって、なんか咲いて、報酬、報奨、橋の修復、え、あ、
種がこんなにもらえる。へえ。剣木がないんだ。そうか。これだけ入れとくことってできるのかな。ちょっと足んない。てか99だって。お、なんだ。お、またなんか出た。あそこになんかいる。あ、なんか出た。ミッションがどんどん出てくるのかな。これはパースニップ、スナップエンド、カリフラワー、ジャガイモ。新しいやつか。なんだこれは。アニマルバンドル。あー、わあ、いっぱい。なるほど。こういうののためにじゃあコミュニティセンターを残すかどうかっていうことなのか。天秤だなあ。わあ、いっぱいある。あ、うなぎって夜釣りで釣れるんだ。いいこと聞いたな。ガスが確か何か言ってた気がするぞ。でもあと1日しかない。間に合うかな。1日っていつまでのことを言うんだろう。ともあれ春の種が手に入ったのは大きいですよ。部長も誕生日終わってるよ。そんな見ないの。んモンスターハンター2スレイ6スライムインザローカルマインズ。これぐらいならできそうな気がする。モンスター討伐2日間でこれぐらいならいける気がするな。でも一回種置いてきてからね。30も手に入ったからな。とりあえずお金のためだ。植えておこう。よーし。スライム狩りまで時間があるかどうか微妙なところだが、スライム狩りってことはカマいらないな。斧、クワもいらないね。橋の修復って書いてあったのは何だったんだろうな。どっか、あ、デートしてる。ちょっと待て、ロビン、我が家をすっかり建て替えたってことは言ったっけ。デミトリウス、マルはラボでも私を時々助けてくれ。とてもマルの話してる。隣にロビンがいるのに。こいつろくでもねえやつかもしんねえな。実は何ポケットに手突っ込んどんじゃい。ちくしょう、たぶらかせやがって。あ、あったかそうにしてる。さあ出てこいスライム。ああ、まずは掘って、たったった。そういえば5階まで行くとなんかそれはそれで一つのミッション攻略なんじゃなかったっけ。結構体力があんまりないし、これあれか、掘らないとその何があるのかがわからないから結構大変だな。あ、なんかなんだこれは、いいやつなんじゃないか。ポッパーズ、はい、おかしいな、この間はスライムがいっぱいいたのに今日はそんなにいない。あ、もう体力があまりないよ。スライムがいないよ。これ、こ
これ以上進んだら危険かな。剣振るのにも力いるかな。全然いないじゃん。くそ。満タンの時に来るべきだったな。で直そう。ああ、夜釣りするつもりだったのに釣り竿も忘れてる。すべて後日。後日行います。あ、お前は中二病セバスチャン。何か用か。いや、特に用はないですが。回復するアイテムってか、あれだね、エネルギーを確保できるアイテムを持っておくべきだったなぁ。やっぱ計画性が必要だね。一日に何をやるかっていうのをしっかり予定通りに進行することが大事なんだな。まあ今日はこの辺で勘弁してやるか。おやすみなさい。